引きこもりのオタク女子マミ。どうかなそのバイト。父の勧めで始めたゲームのバグを探すお仕事。今度の職場は若い人も多いだろうし、友達もできるよきっと。全体的に躍動感が欲しいんですよ。それを明日までにお願いできないでしょうか。突然舞い降りた人生最大のチャンス。これ君でしょ。こんな才能あるなら使わなきゃダメだよ。君ならできる。自由に書いていいの。これが完成したら食事でもしよう。え、絶対気に入ってくれるよ。なんか大逆転だな。ダメなんです、自由に書いていいって言われるともっと書けなくて。世の中そんな甘いもんじゃないの。え、あっ、私は落ちこぼれの引きこもりです。世界は今日から君のもの。